やっぱり出てますもっこりと。もっこり、いや、はっきりと。そう、まあ、もう危なかったですね、あなたも。いや、そうなんですよ。もうこれっきりって何ですか、その最近彼女と別れちゃってね。で、いやいや、まったく参っちゃいましたよ。彼女ったらひどいんですよ。いや、ちょっと聞いてください。すいません、ちょっと寄りすぎかな、ごめんなさい。聞いてくれます？3年前ですよ、彼女と最初に出会ったのは。実はその日、品川のアリンスホテルで私の同僚の結婚式があったんですけども、その帰りに独身組数人でデスコへ踊りに行くってことになりまして。デスコ、なんかおかしいところでもありましたか？あ、そうですか、はいはい。しかし、まあ、僕は熊本の出身なもんでね、というか、まあ、その出身だからって踊りとは関係ありませんよね、あんまり。いや、上手い人もいるし下手な人もいると思いますが、まあ、気が進まなかったんでございますよ。まあ、他に行く当てもないし、次の日が非番でございましたんで、とりあえずね、ついていくことにしたんです。はい、いや、びっくりしましたね。あの、ほら、何ですか、お立ち台ってんですかね、フロアの、あの、ほら、フロアの番台。あなたは割とおっしゃるね。ちょっと、いやいやいや、フロアですよ、フロア。あの、ほら、広いもの、ね、あの真ん中の台の上で、ワンレンボディコンのお姉さんたちが、一昔前だったらもう島流しに合いそうな色っぽい腰つきで踊ってるんですよ。違い封建ですよ。パンツが丸見えなんですか、パンツ。もうはっきり言って、あそこはもう竜宮城でしたよ。まあまあ、あんまりね、興奮なさらずに。はい、ね、はい。で、ふと気がついたら事務所のソファーで毛布かけられててね。は？熊本からほら、ザーッて賑やかなとこへ出てきたばっかりだから、もういきなりあんな光景ほら見てしまって、血液がこうやってバーッて沸騰してしまったみたいなんですよ。あ、なるほど、で、そこで彼女と出会ったと。あれ、な、あ、あれ、なんで知ってるんだ、なんで知ってるんですか。な、出てるんですよ、何もかもね。かー、すごいなで、やっとね、血液も冷めてきて起き上がろうとした時、私の背後から、もう少し休んでた方がいいわよっていう女性の声が聞こえてきたんですよ。びっくりしてね、振り向くと、それこそ天使のような微笑みを浮かべた彼女が濡れたタオルを持って立っていたんですよ。どうやら私はね、失神した時彼女に抱きつくような格好で倒れたらしいんです。だって抱きついてたのかな。やっぱりな、男ってのはそんなもんなんだよね。自然になんかそういう態度が。で、それでね、彼女は痴漢と間違えたらしく、そのまま一本背負いで僕を投げ飛ばして、そして鼻血を出して転がってる私の顔、いや、腹を、ハイヒールのかかとで数回ダーッ蹴り飛ばしてるんだもん。でもってね、とどめのニードロップの体勢に入ったその時に、私の同僚が彼女にタックルして止めたらしいんですがね、あっという間に一人は顎の骨を打ち砕かれ、もう一人は肋骨3本と鎖骨を折られて、そのまま救急車で運ばれていった。そうなんですよ、すごいですよね、都会のギャルは。もう私はその日以来、彼女なしでは生きていけない体質になってしまったんです。それからというものね、私は連日連夜デスコに通い詰め、デスコ、ちなみに、はい、ディスコ。あ、そうですか、ディスコですか。あ、そうですか。まあ、やれ、誕生日だ、クリスマスだって、海開きだったって、もう彼女に貢ぎ続けたのが2年と7ヶ月ですよ。たっくん、もう私はね、彼女ったら、ちょ、聞いてください、ちょっと聞いて、おばさん聞いて。おばさん、なんか私また吉が滑ったようでございますね、すみませんね、どうも。いや、先週の金曜日ね、私思い切ってプロポーズしたんですよ。はい、そしたら彼女何と言ったと思います？バフン臭いあなたって、いや、言ったんだよ、信じられますか。あ、ちょっと匂いはね。え、あ、それで正解ですよ。ああ、
別れて正解だったと言ってるんです。あら、どうしてですか。あなた、三つぐくんだけではなく、最近ではアッシーくんなどもやっていたでしょう。なんでそんなことまでわかんないの。出てるんです。もっこりと。そう、もっこり。あら、なんでしょうね。出てるんです。大丈夫です。あなたには立派な守護霊がついています。すぐに素敵な女性が現れますよ。はい、本当ですか。それはいつですか。近い将来。どこですか。もうそこまで来ています。どこほら、あそこに。あの子ですか。あの子ね。ありがとうございました。もうすいませんね。